来てくれてよかった。アラニアスとアンドルは大地の魔法と炎を使い、辺りをめちゃくちゃにしながら私の玉座に突入しようとしている。私はもうガーディアンを制御できない。力が衰えているのだ。死がどのようなものかといつも考えていたが、もうすぐわかるだろう。いつか終わりが来ることは最初から分かっていたことだ。誰か新しいものがバレンウッドの番人になるべきなのだ。そのためにアラニアスはここに導かれた。実に素晴らしいことだ。彼女の心は真実を知っている。だが彼女の心は矛盾している。アンドゥルの影響だろうか。彼らに追いつくのがいいだろう。炎の小道を進め。アラニアスは自らの意志によって選択し、その責任を受け入れる必要がある。しかしアンドゥルはそれを理解せず、彼女に対抗するだろう。そうなれば彼女は勝つためにお前の助けが必要となる。急げ。アラニアスが諦めてしまう。彼女はなぜここに導かれたのかを知った。バレンウッドを破滅させるためではなく、救うために導かれたのだと。彼女は考えを変えようとしているが恐れている。アンドゥルに立ち向かうのを恐れているのだ。アラニアスの力は玉座に近づくにつれ大きくなる。彼女はここの地面を開き、彼らは玉座のトンネルに入っていった。後を追うのだ。決断の時、アラニアスのそばにいてやってくれ。バレンウッドの生物に対する私の影響力は衰えてしまった。彼らが混乱し攻撃しているのはそのためだ。彼らを引き戻す力はもはや私にはないが、恐怖を和らげることならできる。しかし気をつけてくれ。この魔術は短時間しか効果がない。
小娘、もう我慢も限界だ。私たちの勝ちだ。それで何を作るのかな？あなたなの？シラタルから？私の友、八大神に感謝ね。ベールの継承者のことはあなたが正しかった。今は確信してる。彼らは私を使ってさまよえる王をおびき寄せ騙そうとした。今はアンドゥルが彼を殺そうとしてる。そんなことはさせられない。アンドゥルを止めないと。わからない。でもどうやら私はずっと前からこうなる運命だったみたい。彼が森を焼いた時、私はその痛みを感じた。私はきっとこの場所とつながっているんだわ。だけどアンドゥルとは戦えない。強すぎるもの。助けてくれない？もう行ってしまったわ。私は根を伝わって追いかけられるけど、あなたには難しいわよね。そうだ、この根の束を使って。そうすれば短い距離だけど掘って進めるわ。少なくともアンドゥルの出した炎を避けられる。できる限り守る。でも急いで。どれだけ邪魔が入るんだ。
アラニアスは私の後を継ぐためにここへ導かれたが、お前は彼女の即位を見届けるために導かれたのだろう。お前が来なければ、復讐心に燃えたアンドルはバレンウッドの荒野を離れ、我々を殺したかもしれない。多くの命が失われただろう。そうだ。数世紀の間、私はバレンウッドを形成し、維持し、そして内外の影響から保護することに魂を傾けてきた。彼女が現れた今、私は大地に帰る自由を得た。私に多くを与えてくれた場所に戻り、その恩を返す。上の方にいる。行ってやってくれ。変身の過程に怯えているだろうから支えてやってほしい。これは自然の成り行きなのだ。彼女にとってもバレンウッドにとっても必要なことだ。しかし彼女自らの意思によって選ばれなければならない。怖い。自信を持つべきなのに、私たちはアンドゥルを倒したんだもの。でもこれを見て、サマーセット諸島のほんの一部にしか魔法を使っていないのに、それが森全体に、生きた森にまで。私なら何とかできるって言って。さまよえる王も昔は人間だったんじゃないかしら。そう、私たちみたいに。でもその時が来て別のものに変わったんだわ。きっとバレンウッドに融合して自分の過去をすっかり忘れてしまったのよ。彼はそれさえも覚えていないのよ。私も同じことになるんだ。この責任を受け入れてさまよえる女王になったら、私の故郷も小さい頃の思い出も全部。そうね、それでも私の思い出なの。楽しい時もあった。あなたといた時よ。あまり現実味はなかったけど、とっても懐かしい。でも諦めなくちゃ。あなたを心の中に受け入れたように、私はバレンウッドを受け入れなくてはいけないんだわ。ええ、でも手伝ってほしいの。遠くにある塔に登って、そこにある庭園にさまよえる王の王冠を置いて、そしたらそこで私を待ってて。お願い、約束して。全てがなんだかとても違う。もはや単なる肉体ではなく、自分の存在が森全体に広がっているようだ。アラニアスは消えてしまった。だが君が友であることには変わりはない。少しだけここにいてくれないか。記憶を失う準備はできてるけど、これまでに学んだことは忘れたくないわ。あなたは敵と友人の違いを教えてくれた。そのことは絶対に忘れない。もちろんあなたのこともね。なぜ君がここに来たか知っている。さまよえる王がアルドメリ・ドミニオンに対して忠誠を誓うよう頼むためと、バレンウッドが味方かどうかを知るためだろう。今でもそうしたいと思っているのか。喜んで応じよう。私自身とバレンウッドを代表して君たちに忠誠を誓う。アイレンが彼女の最大の味方は今私の目の前にいるものだと気づくことを願うばかりだ。アラニアスの記憶がなくなる前に、他にも君に言っておかねばならないことがある。ベールの継承者のことだ。知っているかもしれないが、彼らはマグナスの杖を盗んだ。
保管場所は知らないが、西のウッドハースを探してみるといい。グリーンハートの西の門へ通じるポータルを開いてやろう。さらばだ、友よ。居留地に来る人々を観察するのは楽しいな。こんなに多くの人をハイアイルでは見られなかった。俺たちみたいな北生まれにとって裸でワームルートの深部からはアイレイドの小物が驚くほど出土する。占拠している教団が発掘したに違いねえ。そこへ行って土産を持ってきてくれ。セットになったらやさ見栄えもいいんだ。もちろんやれるよな。ワームルートの深部には信者たちがいる。どうでもいいことだ。持ち帰った品に血がついていなければな。それからそこにいる間に連中が召喚した最強のデイドラをオブリビオンに送り返してやれ。お前さんにできるならな。親子のパタパタを。ならず者くんの足音かね。いいところであったな、旅人よ。私はアルシム。南であっても老人の骨は温まらないようだな。よければ火を一緒に使うがいい。厄介事を持ち込まない限りは歓迎だ。この戦いは私より若い奴らのものだ。遺跡を調べている。特にアイレイドの井戸な。アイレイドの井戸から出ている光には若返りの効果がある。この光をこうした箱に蓄えられるかどうか知りたいものだ。まだ何もない。遺跡に虫の教団の信者があふれ返っているのを見た。私はただの年寄りだ。戦いよりも部屋で本に囲まれている。自力でアイレイドの井戸にたどり着くのは不可能だ。まあ奴らがいなくなっていてくれるといいとは願っているがね。命を危険にさらせなどと言いたくはないが、お前は自力で対処できそうだ。正直虫の教団の信者がちょっとした問題に見舞われても私にはどうでもよいことだしな。よし、このクリスタルを持っていけ。これを使ってアイレイドの井戸から光を集めるんだ。見逃すことはないと思う。遺跡の外ではないから大きな部屋の中にあって厳重に守られているだろう。気をつけろ。私が知っているように見えるか。暗闇の中で邪悪な行いを企てていそうに見えるのか。こんなにおかしくなっていく世界に対応するには年を取りすぎた。
った。戻ったか。アイレイドの力を感じるぞ。うまくいったかどうか聞くまでもないな。虫の教団の連中もたっぷり困らせてやったならいいが。ああ、ワクワクする。勇ましさが目に浮かぶようだ。すまない、年寄りにとって喜びのほとんどは疑似体験だからな。私はまだ研究を続けるが、お前の努力が大きく貢献したことは必ず付け加えよう。感謝する。居留地に来るたびに少し興奮するんだ。君はどうだ？戻ったな。それに手足もついてる。実はもっとたくさん指があって、そいつをなくしたってんなら話は別だがね。もしそうだったとしても、元気を出せ。もう特注の手袋に金を使わなくて済むぞ。おお、でかした。全部展示向きだ。泥を落とせばだが、汚らしい信者はこの文化を理解してねえんだ。俺、受け取れ、報酬だ。オルグルルが好きな洞窟はどれだろう。いつか聞いてみようか。